で、日本時間の今日午前0時40分頃ですけれども、インドネシアで規模の大きな火山の噴火がありました。日本への津波の有無については気象庁で調査中です。まず噴火した火山の位置をご覧ください。場所ですけれども、インドネシアのフローレス島になります。レオトビ火山ですね。噴煙の高さは1万6000メートルに達したとみられます。気象庁によりますと、この噴火で日本に津波があるかどうかについて、4時30分の段階で調査中としています。なお4時30分現在、海外や国内の津波観測点で、有意な潮位の変化は観測されていないということです。このレオトビ火山ですけれども、去年11月にも相次いで規模の大きな噴火がありまして、現地では火砕流による人的被害も発生をしています。で、このような形での、火山の噴火による、津波ですね、それが発生した事例というのがあります。2022年1月のトンガでの海底火山の噴火が、それだったんですけれども、その時の噴火と今回の噴火、気象衛星のひまわりの画像で、噴煙の状況を見てみたいと思います。で、まずこちらが今回の噴火ですね。フローレス島がこちらでして、これは今日の午前1時のひまわりの雲画像です。この辺りに映っている白い雲のようなものが、今回の噴火による噴煙となります。これが噴煙の高さ1万6000メートルに達したということになるんですけれども、一方で2022年トンガの噴火事例です。こちら、この雲のようなものが噴火による噴煙を捉えたものになるんです。先ほどの気象衛星の写真と同じ縮尺にしております。トンガハーパイと呼ばれる海底火山だったんですけれども、この2022年の噴火に比べますと、今回の噴火は雲の範囲、噴煙の範囲ですね、噴煙の範囲がかなり狭いということで、津波が日本に到達した当時の噴火に比べると、規模の方は比較的小さいかなというふうに見られます。一方で、もしこの噴火、爆発力が強くて、気圧波を、発生させた場合、日本に、津波が来るといったこともまだ考えられますので、この後の最新の情報に十分お気をつけください。最新の津波に関する情報については、お天気アプリウェザーニュースでもご覧いただけます。